おはようございます。吉シエさん。そして動画をご覧の皆様、いつもありがとうございます。そっか、ジの久保でございます。まあ、今回はですね、時給とかね、月給とかいうお話になってきたんですけども、これをね、総じて私は金融リテラシーって言っていいのかなと思うんですよ。えー、前回の動画でもお話したように、障害所得を3億円としたら、まあ、今は3億円もなくて2億円って言われるらしいんですけども、3億円としたらですね、その3億円を40年かけて稼ぐのか、それとも4年ぐらいで稼ぐのか、 ここのの差をこの加速をですね速度の相対差が金融リテラシーというふうに言えるんではないかなと思うんですよ。で金融リテラシーっていうのはそう考えるとそのまんま人生のリテラシーなんですよね何をやったら人生を棒に振るのか何をやったら本当に自由な自分というものを見つけていけるのかこういったことになると思うんですけども私たちは大体小中高まあ行く人は大学っていうふうに、えー、633で12年プラス4年の16年を 自らを教育する時間に与えられてるんですよねで、この教育ってのは学校の中の教育だけ、ね、だけではなくてですね学校の外にも教育ってのは結構あると思うんですよ 地域で夏祭りに参加してて人と関わっていく大人の人と一緒に何かを成し遂げていくもしくは自分よりも年代の下の人とどういう風に関わっていってリーダーシップを取っていくかとかあ学校で教わってないことをどのように身につけていくかという学習そうですよねやっぱり学校の授業で恋愛って教わらないんですよでも学校にいる間に恋愛って覚えると思うんですよねじゃあ 学校は金融リテラシーのことを全然教えてくれないよねとかっていう文句は出るんですけどもじゃあ恋愛リテラシーも教えてないですよでもちゃんと皆さんは初恋をしたりお付き合いをしたり振られたり、えー、涙を流したりラブレター書いたりとかきちんとやってるんですよね。 でですんで自分がたまたまできなかったことを学校のせいにする過去のせいにするのは簡単ですそれをねやっぱ二十0歳過ぎて三十過ぎても相変わらず学校がどうとか教育の問題だとかね政府は何をやってるんだとか言って、まあ、他者のせいにする必要もあるとあのこともあると思うんですよでもそれは人生のリテラシーではないんですよね金融リテラシーっていうのは自分がどれだけお金のことを理解しているかってことによって決まってきますだから人がどう教えてるかっていうのはあまり関係ないんですよ 学校ではこう教えてるけども自分はこういうふうに理解したよねっていうことの連続だと思うんですよね。えー、前回障害所得が3億円ってこととかね、えー、月給イコール年齢だよっていうのとかいろいろと3点のね要点、えー、をお話ししましたよね。でこの3点を 本当に23分で聞いた私が人生のリテラシーにすり替えるぐらいやっぱ大きなインパクトをそこから得たで他の人もやっぱ聞いてたわけですよ同じ言葉を、うん、同じことを聞いててもそうじゃない人ばかりなんですよねだから俺ってすごいだろうって言いたいわけじゃないんですよ受け止め方は様々だということなんですよその様々な受け止め方のどれを自分が選んで受け止めたかによって人生は変わってくるのかなと思うんですよ、えー、今日の動画のまとめになりますけども世の中で流行っていることって人によって全く違うんですよね うん、思いませんかそういうふうに私の中で世の中で流行ってるものって全く分からないんですよ芸能人とかね、えー、テレビとかあーそういうの全く分かんない流行り物っていうのは、まあ煽り運転が流行ってるのかなっていうね最近煽り運転のニュース多いよねみたいなことがありますけどこれもですね昔からあったわけなんですよ 昔からあったんだけども昔はドライブレコーダーとかがね車載カメラがなくってそれを立件するのが難しいからあんまり話題に上らなかったけども最近は動画とともに立件されたりとかこの犯人をね見つけて探してますみたいな報道が流れるんでその動画があるからこそ広まっていったというかね認知されるようになったんですよ昔かからねね幅寄せとか、ね、あるんですよ。 あの例えばあの走り屋とかいうのが1990年代ね流行りましたけど峠を攻めるみたいなねイニシャル D みたいなのあの頃車載のカメラってなかったわけですよドライブレコーダーも珍しかったんですよ。ということで車が毎晩のようにバン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 大破していったりとか車同士の接触とかこうやって回転したりとかねそういう事故があったんですけども動画で残ってないんですよ。 だかららニュースにならないんですよね今の時代車載カメラがある状態で走り屋とかね峠みたいなのが流行ってて毎晩事故起きてたら毎晩ねあのテレビで取り上げられたりネットで取り上げられたりして危険な走行する若者が増えてますみたいになると思いますよ。 さあどういう風に流行りものを捉えていくかそして自分が聞いたことから何を受け取るかこれが一人一人違うっていうことがお分かりいただけるんではないかなと思うんですよね。私の場合はあの人生のリテラシー金融リテラシー3億円という障害賃金は人生の前半で稼いでしまうというふうに思ったわけなんですよね。 で、結果、人生の前半で稼げなくって、40歳から46歳というね、およそ中盤折り返しを迎えたあたりと言われるところで、なんとか手に入ったかなというところでございます。まだまだ人生これから楽しんでいきたいなと、学んでいきたいなと思うばかりでございます。それでは失礼します。